コリエアロビ。おい牧村動くなよ、狙いが狂うぜ。ターゲットが違うんじゃないのか。あ、分かってた。依頼はあのじいさんが命より大切にしてる国宝級の刀を破壊することだ。一流のスイーパーのやるこっちゃねえよな。エアロビクスを覗いてる方がマシだぜ。仕事が終われば好きにするさ。ま、いっか。はい、ちゃがり。じゃ、俺先に帰る。はいはい、どうぞ。俺男って嫌い。すいません、道をお聞きしたいんですけど、新宿ホールへ行くにはこの道でいいんでしょうか。あ、ええ、この道をまっすぐ行って、で、次の信号を右に曲がってください。さ、ゆうこ、待たせちゃってごめん。ちょっと急な用ができちゃって。ゆうこ、ね、どうしたの。ゆうこ、しっかりして。ねえ、ゆうこ、ゆうこ。新宿の拳銃による無差別殺人事件、すべて繁華街で起きてるのに目撃者もいない、犠牲者の数ももうすでに5人だ、その中に姉と待ち合わせをしてて被害に遭った安月優子という高校生がいる。なあ、りょう、もう少し真剣に聞いてくれないか。ダメダメ、そういう暗い事件は俺に向いてないの。かわいそうに。断られたと知ったら彼女はどんなに悲しむか。彼女？なぜ先にそれを言わん。もう。依頼者はその高校生の姉、安月夏美。超美人だろうな。好みの問題だな。引き受けた。お前がごまかすときは超もっこりと決まってるからな。マスターの店で落ち合うよう連絡取ってくれ。おい、マジか、あんなとこ。呼び出すなんて一体どういう神経してるのかしら。こんな神経。え？お待たせしたかしら。いいなあ、このもっこり感触。あー、近い。あの、僕は近いよ。テーブルの下に痴漢が。誰か警察を呼んでください。痴漢じゃないっす、サイバリオっす。あなたが。そう、サイバリオ。依頼は妹さんの仇を取ってほしいとか。そうです。犯人を探し出して警察へ突き出してほしいんです。ほう、警察へ突き出してほしいって顔じゃないな、そりゃ。犯人を見つけたら自分で仇を討とうって顔だ。そんなことありません。そう見えるんだけどな。もう結構です。あなたなんかに頼みに来たのが間違いでした。失礼します。今帰ると後悔するぜ。ここへ来ただけで後悔してるわ。この町には事件が多すぎてね、札から漏れた悪党を掃除するのがスイーパーとしての俺の役目だ。そんな奴らを探し出すにはこういう店が必要なのさ。でもこんな店で何がわかるっていうの。よう、マスター。おお、 XYZ か。危険な名のカクテルだな。今日はそういう日かい、マスター。5番テーブルに家で娘を連れ込んだ男がいる。夏美さん、ちょっとすまないけどごたごたらしい。ごたごた。このカクテルの名は XYZ、 つまりもう後がないってことさ。マスターが俺に助けを求める時の合図だ。
殺人でも起きようとしているのかな。殺人？言ったろ、ここではそういう事件が多すぎるってな。なんだ、誰が強盗の手伝いなんか。触るんじゃねえ。畜生、こうなったらお前を人質にこの店から売り上げをいただいてやる。どけてめえら。家で娘を脅して居直り強盗か。慣れないことはやめてさっさと失せな。なんだてめえは、デカが。まさかデカがコルト357マグナムなど持つかよ。ふん、お前みたいなやつに弾を使うのはもったいない。俺の気が変わらないうちにその子を離すんだ。へえ、そうかい。撃ってみろよ、その化け物銃を。その距離で俺を撃てば弾は俺の体を突き抜けて外の奴らに当たるぜ。ここは繁華街のど真ん中だ、人の切れ目なんてねえぜ。さあその銃をよこせ、早くするんだ。そうねえとこの女がどうなっても知らねえぞ。それで俺を脅してるつもりか。グダグダ言わずにやったらどうだ。サイバーさん、てめえやったろうじゃねえか。バカな、そんなことを。窓が割れてない。弾の威力が強すぎれば適当なものを貫通して弱めればいい。陽ちゃん、あんたメタルジャケットの弾で手が吹っ飛ぶなんてことはない。大丈夫だ。ヤツの急所は外してある。後始末頼むよ。俺はこんな店のゴタゴタを解決し、マスターはその代償に札も知らない情報を提供する。じゃあこの店を選んだのは。このハンカチ、仕事が終わるまで借りておくぜ。じゃあ、大丈夫よ、もう大丈夫。あの人に任せておけば大丈夫、そんな気がしてきたわ。つけすぎちゃっておいて。旦那、あっしゃあんたから手引くよ。やつが乗り出してきたんだ。あいつだけは敵に回したくない。てめえの命が可愛いからな。うん、サイバリオとかいうスイーパーのことか。知ってるんなら話が早い。旦那が手にかけた例の女子高校生、あずき優子の姉がそのサイバリオに仕事を頼んだんで。つまりおめえは私の楽しみをやめさせようと言うんだな。そうは言ってねえ、もうあんたとは関わりたくねえだけさ。それもよかろう。うん、だ、旦那。銃の衝撃と硝煙の香り、この刺激誰にも邪魔はさせない。可能もしてないし縫い目も綺麗だ。もっと優しく、マキちゃん。そんなにわめくんなら手に風穴なんぞ開けるなよ。それにしても器用な男だ。骨と骨の間をぶち抜くとは。あったりめえだ。骨を砕いて左手をパーにするほどバカじゃねえよ。お前さんが街で派手に動いた効果が出てきたぞ。痛い思いをした甲斐があったってわけだ。よし、できた。あ、やっぱり痛い。この手の代償はどんな情報だよ。犯人の乗り回してる車は白の BMW。 それだけか。いや、もう一つある。情報屋のケンが殺された。ケンが殺して逃げた奴の車も白の BMW。 つまり優子さんを殺した犯人は俺が動き出したと知って落ち着かなくなったってわけだ。やつが次に狙う犠牲者が決まったな。そういうこと。
夏美さん。え、さえばさん。いや、あんまし帰りが遅いんで心配しちゃった僕。あなた一体どうやってこの部屋へ？管理人説得するの苦労しました。失礼じゃないの、無断で女性の部屋に入り込むなんて。あ、俺のパジャマ買ってきてくれたの、気が利くな。パジャマ？歯ブラシなんかもあるといいな。今夜からここに泊まるからよろしく。泊まる？どういう意味？依頼人の安全を守るにはできるだけそばにいることが必要なんだ。わかります？さあさあ細かいことは明日考えて、今夜はぐっすり休もう。ね、ね、ね、冗談じゃないわ。あなたと一緒の方がよっぽど危険よ。あなたが出ていかないのなら私が出ていきます。どけてください。誰かにつけられなかった？え、妹さんを殺した犯人、今度は君を狙ってくる。私を？今まで奴はなぜ札に尻尾をつかまれなかったと思う？それは奴に札の動きを教えているタレコミ屋がいたからさ。そのタレコミ屋が殺された。殺された？奴はそのタレコミ屋の口から君が俺に仕事の依頼をしたことを知ったはずだ。するとさっきの変な車、白い BMW のことかい？どうしてそれを？伊達にシティハンターと呼ばれているわけじゃない。分かったら早く寝るんだな。なんかうまく乗せられちゃった気もするけど。夏美さん、君の安全は？ねえ、どうしてこんなところにカーテン引くの？いいこと。それ以上こっちへ来たらひどいわよ。一緒に寝た方が安全なんだけどな。私はスイーパーとしてのあなたは信用したけど、男としては全然信用していませんからね。バカだな。君と一緒に寝るってことはスイーパーとして寝ることじゃないか。そう？言ってることと行動がバラバラね。ああ、話するから眠れなくなっちゃったじゃない。サイバさん、本当に信用していいの？スイーパーとして一緒に寝てくれるのよね？もう何よ、自分ばっかり気持ちよく眠って、それで私を守ることができるの？会社が死んでしまえばシティハンターとやらも失業だな。ざまあ見ろと。サイバーさん、私の代わりに、ね、これからどうすればいいの？よしよし。誰？うわあ、思った通り可愛いよ、おしりちゃん。サイバーさん、それとベッドにいるのは？カツラと枕、ケチャップの血のりサービス付き。そこまで準備していながらどうして犯人を捕まえなかったのよ？はい、赤外線のインスタント写真だ。なかなかいい男に写ってるね。面が割れてしまえば奴の居所なんて今日中にもわかるさ。それとも簡単に捕まえて札に私はあんたの気は済んだのかな？それに奴は大きなヘマをした。プロの俺に喧嘩を売りやがった。え？すいません、お嬢さん、道を教えてくれませんか？ちょっと。
クソ、誰だこんないたずらしたのは。さあさあ、真相解体、ユニさん、はい、これいい子がいっぱい、もっこりサービス、もっこりもこもこ、もっこりこ、これは、やつが俺を、すると今の、君君、そんなに慌てて何かあったのかね。ああ、いや別に。背中に何かつけてるようだが。え？これは、まったく誰がこんないたずらを。ま、気をつけるんだね。くそ、脅かしやがって。なければ自首しろってのか。いつでも殺せるってことか。そうはいくか。やれやれ、人がせっかく心配してやってるってのに。さて、追っかけますか。シティハンター目来たな。車で公園のお散歩なんて初めて。荒い運転だが大丈夫か。人の心配をする暇があるなら逃がさないようにもっとスピードを上げてください。これ以上？さあ、お遊びもここまでだ。諦めて警察へ行ってもらおうか。貸して。警察の手なんかで渡さないわ。私がこの手で妹の仇を討ってやるわ。ま、待て、撃つな。俺が悪かった。これから自首して出る。だから撃つな。サエバさん、私撃てない、撃てない。それでいいのさ。危ない。サエバさん、あの男が逃げてしまうわ。いや、やつは戻ってくる。え？くそ、人をバカにしやがって。殺してやる。オタクが手を汚すほどの値打ちもない。
だからこそ俺のような男がいるのさ。アスファルトタイヤを切りつけながら暗闇走り抜ける。自分らすぐに身を任せて知ってるかな。さて次回のお話は何？依頼人は清水美津子っていう科学者。とんでもない細菌を作っちゃって狙われてる。やべやべやだ。科学者なんてどうせハイミスでガリガリのメガネをかけた、え、とびっきりの美女。やるやる、僕じゃこの依頼やる。僕の美女を狙う奴らは絶対に許さん。俺のもっこりパワーを見せてやる。次回、私を殺して美女に照準は似合わない。お楽しみに。